ワクワクすることが体の行動につながる燃料なんだよ。ガソリンなんだよ。超ハイテクジェットフュールなのよ。ワクワクすることをやると、こんな重い俺の76キロとか74キロだぜ、74キロの体重がね、動くわけよ。これがやりたくないことを上司からやりなさいとか仕事でやりなさいってなったら、あーって言って動くかいって言ったら、いや動かないかもしれないよな。動かないかもしれないし、動くのがめっちゃ辛いかもしれないわけよ。ちゅうことは、それがあなたの道じゃないかもしれないわけよ。ね、あなたの道はこっちかもしれないけど、なんかこっち行くとなんか軽くないと勝手に動くみたいなことなの。動くことをやってると行動につながるから、行動につながると 3D の世界で反応が起きて形が変わるわけよ。特に日本の場合は仕事はきついもんじゃないといけません、気づく仕事は努力しないといけないもんなんですみたいな、そういうルールがあるわけよ。それは人間が作ったルールなんだよ。自然はそんなこと気にしてないんだよ。自然はあなたが生まれてきて死ぬその間何やっててエネルギー持って食ってたのみたいな、何やってたのっていう話なのよ。で、自然の視点から見るとそういうルールはないやろ。悪い。だから好きなことを仕事にしてワクワク楽しいことをやって、で、いいわけよ。Hey guys, thank you so much for... わー、今うるさかったね、ごめん。Hey, thank you so much for checking out Chris's room. 本当にお忙しい中ね、いっぱいね、YouTube の動画でいっぱい見れるのに、この動画見てくれて本当にありがとう。You're the best! I love you! Alright! でね、今日はさ、超大切なメッセージがあるのよ。どういうことかっていうと、なんか、休みとかの後に仕事に戻らないといけないっていう落ち込みあるかな。ね、落ち込み。OK?これさ、正直言って二つの見方があると思うわけよ。まず最初はそれが普通なんだって。で、それが普通なんだっていう感じでいいんだったらそれで別にいいと思うのよ。でもさ、一つの考え方からすると、夏休みがこんなに楽しくてね、仕事がこんなに辛いんだっていうのは、僕は変だと思うのね。で、どういうことかっていうと、この辺は自分に、クリス、それちょっと違うぞっていうシグナルなわけよ。俺のパーソナルガイディングシステムみたいな感じで、ちょっと違うぞっていうこと。だからそれを無視して仕事を続けて毎日をやることもできるわけよね。で、僕の場合はそれをやってたら、徐々、もうどんどん仕事が悪化して、超鬱になって毎日が辛くてもう無理みたいな状態になっちゃったわけよね。だから僕の場合はそれが最初はヒントだったんだよ。ね。問題ってちっちゃい感じで現れてくるじゃん。で、ちっちゃい感じの問題を無視すると、まあ大丈夫じゃん。でも今度中になるじゃん。ね。で、中になるとなんかもうちょっと、ああ、大変だってなるじゃん。でも大になるとうわーってなって、で、今度それ無視すると超巨大な問題になるじゃん。ね、お金の場合だったらなんかね、1ヶ月、なんちゅうのかね、ガスの料金払わなかったって言ったらまあ大したことないよね。でもこれが6ヶ月1年間続くと、なんか何万円のガスの料金払ってないよとか、電気代とかさ、ね、10万円払ってくださいとかなるわけよ。それが中のレベルで、今度5年間ね、まあ、そのまま、なんか多分5年間も持たないと思う、本当に数ヶ月だったら電気が消えちゃうわけよ。やべえなって感じるわけよ。水道料金払ってないと流れないわけよ。やろ。だからこの問題を小の場合だったら何も起こんないんだけど、中とか大になるとマジ電気が消えちゃうとか超大変なことになるわけよ。だからそこにあなたに大切なことがあるわけよね。電気の料金だったら、あんた電気の料金払わんといかんぞみたいなね。で、その問題は電気の料金じゃないわけよ。お金に向き合う不安とか深いところが絶対入ってるわけよ。で、それをちゃんと見て、ちゃんと学ぶことによって、パッパラパパーンだから、ルルルルルルルッルーみたいな感じで、レベルアップするやろ。するよね。しますよな。うん。だから、そういう感じなわけよ。だから、お休みが、ウォッフー!ダダダダダダみたいな感じで、超最高だったぜみたいな感じで、で、そのまま仕事に来てもいいわけよ。わー!やったー!俺の仕事やべえぜ!この子もうちょっと、ウォー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 みたいな、そのままで仕事にしてもいいわけよ。やりたいんだったらね。別にやらなくてもいいよ。それでなんか、うわー、何それ、そんなに頑張って働きたくないんですけどって言ったら、いいわけよ。でも、いや、仕事もやりがいを感じることがいい。
もっと なんでこの自分でやることで毎日の起きてる大人になって起きてる間の何1日8時間から10時間やってることでしょ平日週5日ね、別にそこに超やりたいことをやって自分っていうことをめっちゃエネルギー込めて世の中を良くするものとか、ね、誰かが幸せになることみたいな感じでそういうサービスを作るとかそこにエネルギーをかけても別にいいわけよ、ね、どうやってそれができるって気づくかっていうと休み明けの時に仕事戻ってる時にグーってなっちゃった時変だなって気づくわけよ。この変だなっていうのがないと気づかないんだよ ね。だから自分の人生の中でどういうことがワクワクを教えてくれてる、何を考えるとワクワクする、ワクワクするとね、これマジマジワクワクすることが体の行動につながる燃料なんだよ、ガソリンなんだよ、超ハイテクジェットフュールなのよ。ワクワクすることをやるとこんな重い俺の76キロとか74キロだぜ74キロの体重がね動くわけよ。なんでっていうとワクワクするから。このマジ俺の 3D のエネルギーがこの体重のもう骨とか動くわけよ。そこで出会いとかって分かってうわーってなるわけよ。これがやりたくないことを上司からやりなさいとか仕事でやりなさいってなったらあーって言って動くかいって言ったらいや動かないかもしれないよな、動かないかもしれないし動くのがめっちゃ辛いかもしれないわけよ。ちゅうことはそれがあなたの道じゃないかもしれないわけよ、ね、あなたの道はこっちかもしれないけどなんかこっち行くとなんか軽くないと勝手に動くみたいなことなの。この動くことをやってると行動につながるから、行動につながると 3D の世界で反応が起きて形が変わるわけよ。リアルに変わってくるわけ。家の中もそうやろ、楽しいもの買ってると楽しいものがなんか、ね、家に増えてくるじゃん。同じ感じ、お金も同じ感じ、仕事も同じ感じでできるの。なぜか分かんないんだけど、特に日本の場合は仕事はきついもんじゃないといけません、気づく仕事は努力しないといけないもんなんですみたいな、そういうルールがあるわけよ。それは人間が作ったルールなんだよ。自然はそんなこと気にしてないんだよ。自然はあなたが生まれてきて死ぬその間何やっててエネルギー持って食ってたのみたいな、何やってたのっていう話なのわけよ。で自然の視点から見るとそういうルールはないやろ。だから好きなことを仕事にしてワクワク楽しいことをやってで いいわけよね。でまあビデオ長くなっちゃうからお伺いするんだけど、それをやろうとすると今度壁に当たるのね。この壁に当たった時にこの壁ができない、俺が好き、これは俺ができないこと、好きなことを仕事にできない理由なのかね、目線を変えたらこの壁は違うことを言ってるかもしれないわけよ。好きなことを仕事にしようって言った時に俺は親父から無理だよって言われたわけよ。悪いだそれをずっと信じてるわけよ、ね、でも今でも言われるわけよ。でも俺はそれを今言われるとは親父の考え方は俺と違うんだなって、それだけなわけよ。何が本当なのかっていうのは自分で決めていくことなのね。ね、自分で経験を通してやれることが、社会のルール、なんかルール、破ってさ、なんか街燃やそうぜみたいな、そういう感じじゃないわけよ。ね、誰のためにもなってないことは、そろそろ捨ててって、スネークとか、捨ててくじゃん、皮膚とかいらないやつとか。ね、そういう感じで、いらない考えとかもう、捨てていくと、もっと楽にパーンって上がれるよっていうことなんだけなんだよね。Alright。なので、夏休みとか終わって休みが終わって冬休みとかいろんなお休みが終わって仕事つらいなって言ったら、ひょっとしたらこれにはあなたにはチャンスが入ってるかもしれない。ひょっとしたらあなたにはこれは大切なメッセージが入ってるかもしれないんだよ。だからニューチュラルな、これ悪いなっていう視点じゃなくて、ニューチュラルのニューチュラルの視点から見て What does this mean? What could I learn? 何を学べるの、何ポジティブなことがあったら何なんだろうっていう感じでぜひ向き合ってみてください。そうすると自分が本当に何をしたいのかっていうのが結構ぼわって現れるかもしれません。
All right, you guys, thank you so much. で、別にその無理して好きなことを仕事にしなくてもいいからね、本当に、本当に好きなことを仕事にするのはやらなくてもいいし、無理してやることじゃないからね。そうすると嫌いなことを、で、何やるのって言って、俺は好きなことを仕事にしないといけないんだって、それって嫌いなこと？うん、嫌いなこと。そういうことになっちゃうから、ね、その無理しないでね、楽にしていいから大丈夫だよ。本当に。その努力しないと悪いことが起こるっていうのは、それ考え方だから。それをちょっと手放していけるところもあるからね。 Alright, I love you guys so much and I will see you in the next video. Woohoo! ありがとう! Thank you!